それでは今日の授業に入りたいと思います。前回から一変数多項式の話に入っておりまして、で前回はちょうどその多項式の表現というところで話が終わっておりました。で今日はその続きで一変数多項式の加算というところから話を始めたいと思います。なおテキストの方は16ページですね。16ページの下の方から説明していきますので、必要に応じて見てください。で、ここでは2つの多項式 AX と BX が次のような形で与えられているものとしましょう。今一応話を簡単にするために、与えられている多項式 AX と BX は共に次数が K 次で与えのもの、次数が同じ多項式とします。で先週その多項式の表現について一応話をした通り、まあこういう形で与えられた多項式のことをそのまあ計算機上でのまあ仮の表現として、まあその係数を定数項から A0、A1 というふうに、こう、次数の小べき順に、括弧で区切った値、こう、形で表すというふうにしておりました。で、まあ、これに対して、その A と B の和ですね、和を求めます。で、A と B の和である CX というのは、このような C0 から CK までの係数で表された多項式とします。で早速ですけれども、そのアルゴリズムがテキストの17ページの冒頭にありますので書いてみましょう。でこれまでその何回かアルゴリズムの記述に関してやってきました通り、まずアルゴリズムの入力と出力を書き出しておきます。入力としましては、まず先ほども与えましたように AX と BX となりますので、
まあ、このような形で書いておきましょう。でさらに出力も先ほど与えましたように CX として書いておきます。で、とりあえず準備をするわけですね。で、次からそのアルゴリズムの中身を書いていきます。でアルゴリズムの本質的に重要な計算のステップというのはこれ一つです。で何をやっているかというのは、まあ、皆さんすでにお分かりだと思いますけれども、その各項ごとですね、x の i 乗の各項ごとにこの多項式 ax の係数と bx の係数を加えて、それを多項式 cx の xi 乗の係数にしなさい、代入しなさいと。それだけですね。それをその多項式の次数であるその i が0、すなわち0次定数項から k 次の項まで繰り返しなさいというのがこのフォア文の内容なわけです。で、まあ、ここで皆さんすでに気づいた人もいるかと思いますけれども、これは以前やりました多倍長数の加算よりもさらに仕組みは簡単にな、単純になっておりまして、どこが単純になっているかというと、その多倍長数の加算の際には、この繰り上がりというのが発生していました。ワードモッド単位の繰り上がりというのが発生したので、その繰り上がりも考慮したこう各項の計算は必要だったんですけれども、多項式になりますと、その項ごとの加算というのは、x の i 乗ごとでこう独立していますので、基本的にそういう多倍長数の時に見られたような繰り上がりというのは発生しないわけですね。ですので完全にもう x0 乗の項から xk 乗の項まで独立にこう係数を加えていけばよいわけです。あとそのもう一つ指摘しますと、まあ、この授業では例えば並列処理といったそういう複雑な処理には深くは立ち入りませんけれども、今回見てわかるようにこの多項式の例えば加算の場合ですと、その各項ごとに独立して係数の加算が行いますから、もし例えば CPU が何個か複数個ありまして、それにこう仕事をばらまけるというような環境がありましたら、その各項ごとの計算をそれぞれの CPU にばらまくといったようなことができるわけですね。それはすなわち並列処理と呼ばれるものの一つです。そういったことも可能だという点に注意しておいてください。で、あとはテキストにはありませんけれども、一応この授業でアルゴリズムは必ず出力を伴ってリターンという文を書きますということにしておりますので、まあ、最後に結果となる多項式の係数の組を介して、このアルゴリズムは終了するということになります。ここまでいいでしょうか。で、一応このアルゴリズムに関しては2点ほど注意点があります。
で今回 の、 その授業で紹介したアルゴリズムの形態ではこの入力の多項式 AX と BX の次数が等しいという仮定を設けていましたけれども、まあ、一般にはそうとは限らないわけですね。2つの多項式を加えようと思ったらそのもしかするとその2つの多項式の次数が異なる場合もあり得るわけです。ですのでもうより一般の状況に対応するためにはそういった例えば次数の異なる多項式の加算をきちっと行うためのアルゴリズムの拡張が必要であるという点に注意してください。もう一度見ますと、今書きましたけれども、その、まあ、A の次数と B の次数が異なるような場合ですね。この場合には、アルゴリズムの方も然るべき拡張が必要になるということです。というのが1点目の注意です。それからもう1点の注意なんですけれども、今、この係数 AI と BI は、まあ、ここでは、整数、単に整数というふうにしましたけれども、計算機上では以前扱いましたような多倍長数が入ってくる場合も一般にはあり得るという点に注意してください。で、この多項式の加算を行うときに、例えばその入力の多項式の係数 AI とか BI が、もし多倍長の整数で与えられているならば、ここで、まあ、アルゴリズムでその各項の係数を加えるんですけれども、この係数の加算の中で、その多倍長数の加算のアルゴリズムがさらに、まあ、もしくはプログラムがさらに呼び出されるということにもなります。そういうことも起こり得るということに注意してください。それがどういうときに起こるかっていうのは、まあ、入力となる多項式の係数が、まあ、単精度の整数で与えられているか、あるいは多倍長の整数で与えているか、そういう状況の際にも影響を受けます。で一応もう一度述べますと、まあ、係数として多倍長の整数が用いられるような際には前に述べましたような例えば多倍長整数の加算であるような、まあ、必要なアルゴリズムをその都度呼び出してさらに計算を行うということになります。ここまでいいでしょうか。そうしましたら、一応アルゴリズムの概要とそれから注意について見てきましたので、次にこのアルゴリズムの計算量を見ていきましょう。まずここではその係数 AX、BX、CX をそれぞれその、まあ、係数の組の形で書き出してみます。
そうしましたら、まず最初に考えることは、このアルゴリズムに出てきます、この係数の要素ごとの演算回数を見積もることから始めたいと思います。今、入力として AX の係数が K プラス1個、それから BX の係数が K プラス1個ありまして、これに対して CX の係数 K プラス1個をこう計算していくんですけれども、まあ図式で書きますと、その各こう次数の、各次数の項ごとに、まあ、例えば A0 プラス B0 を計算して C0 に代入する。A1 と B1 を加えて C1 に代入するといった形で、こう、まあ、計算を繰り返しますと、ちょうどこの部分で、こう、加算が起こります。そうしますと、この係数の要素だけに着目しますと、ここでその加算が K プラス1回行われることになります。で、これを全近表示でこう細かい部分を取り去って全近的な見積もりをしますと、大体シータの K もしくはオーダーの K といったようなこう見積もりになるわけです。で、まずその係数同士の加算の回数がこのオーダーの K になるという点に注意してください。で、ところがこの計算量を見積もる上ではもう一つ考えなければならないことがありまして、それは先ほど説明しましたように、この係数、各係数ですね、A0 や B0 がその多倍長数である場合もありますので、その多倍長数である場合も考慮して計算のコストを考える必要があります。で、仮にこの A0 や B0 がその同じ長さの多倍長の整数だったとしましょう。で、その時の計算量がどのぐらいだったかというのをちょっと思い出してみてください。多倍長整数の計算量のでやった時のことを復習しますと、多倍長整数の加算を行う時の計算量というのは、そのお互いのその整数の長さに比例するという話があったと思います。ですので、例えばこの A0 と B0 を加える部分のその整数のワード単位での計算量がどのぐらいになるかっていうと、その A0 の長さに比例するわけですね。A0 の長さっていうのは、この len という記号を加えて、len の A0 というふうに表していましたので、この例えばその0次の係数が多倍長で与えられた際の、その整数のワード単位の計算量は、この A0 の長さに比例するわけです。で、同じように、1次の項の整数のワード単位の計算量は、この A1 の長さに比例すると。で、まあ同様にしていって、まあ K のところですね。K のところでは、まあ length of AK に比例するという形で、その整数のワード単位での計算量を見積もることができます。で、ここまで調べてきますと何がわかるかということなんですけれども、もし今回のその2つの多項式の計算量をその整数のワード単位の加算を単位とした計算量で測るとするならば、それはその計算量というのは各桁の多倍長数の長さの和に比例するということがわかりますね。つまりここ全部の係数の計算量というのはここのそれぞれの係数の計算量の和ですので、そうしますと、
まあ、全ての係数のそのワード単位の計算量というのが、その各桁の多倍長数の長さの和に比例するということが分かります。で、それを書きますと、今回のその多項式の加算の計算量というのは、このような形で表されるということになります。これは一番一般的な形ですね。その各項の係数の多倍長数としての長さが異なる場合の一般的な例として、一般的な場合としてに対して、その計算量というのが、その各桁のその多倍長数の長さ、ワード数の和に比例する形で表されるというのが、この多項式の、2つの多項式の加算における計算量の見積もりとなります。で、一般にはこのような形の見積もりになりますが、もう少しその特殊な例については、その計算量の見積もりの表現をもう少し単純にすることが可能です。例えば、係数がすべて単精度の1ワードずつで与えられている場合ですとか、それから、あるいはその係数が多倍長なんだけれども、その各項の係数のワード長ですね、長さがすべて等しい場合といったような場合が考えられます。さあ、それぞれの場合どうなるでしょうか。計算量の見積もりがどう単純化できるでしょうか。でもし係数、各項の係数が全て単精度だった場合には、この各項の係数のその加算の回数っていうのは、ワード単位で1回ずつの回数になりますので、この計算量というのは、K に比例すると。すなわち、多項式の次数に比例するということを見積もりができます。これはまず一つですね。で、もう一つの例としまして、係数が全てってところまで一緒なんですけれども、今度は、多倍長なんですけど、M ワード。ワード数が全て等しい場合ですね。で、その場合には、その各項の一個一個の係数の加算の計算量というのはその M、ワード数 M に比例しますので、全体ではワード数かける多項式の次数ということで MK に比例するということがわかります。以上が、多項式、一変数多項式のその加算の計算量の見積もりでして、で、多倍長の係数の長さまで考慮すると、その係数の長さの和に比例するということは分かりますし、単純にその係数同士のその加減乗除の回数だけで見積もりますと、この計算量というのは、その多項式の次数に比例すると。いうのが一般的な話になりますので覚えておいてください。ここまでいいでしょうか。何か質問などありますか。はい。それでは、多項式の基本的な演算となるとその加減乗除ということで、加減の次は乗除ということで、普通はその掛け算が次に来るものなんですけれども、ここで少し
話がそれるんですが、教科書、テキストですね、テキストの17ページに包囲法という方法がありますので、それについて少し触れておきたいと思います。テキストですとセクション 2.2.2 ですね。次に言うと、ホーナーというのは人の名前でして、英語の綴りはこうです。参考にしてください。で、このホーナー法というのは何をするための方法かといいますと、これは多項式の評価に関する方法です。で、まあ評価といいますと、まあ皆さん聞いてあまりこう、ちょっと憂鬱になる場合があるかもしれないですよね。評価というと、例えばこうテストの点をつけたり成績をつけたり、こうあるいは、まあ、我々教員にも業績評価なんていうのがあったりしますけれども、まあ、そういう評価を皆さん思い起こす人もいるかと思いますが、多項式の評価というのは、その別にその多項式のどれが良いとか悪いとか判断するわけではありませんで、次の計算を言います。今使っているカンカン R 上の一変数多項式を AX としまして、でそれとあと X0 という、まあ、R の弦を持ってきます。であと AX は、まあ、こういう形での係数とともに与えられているものとしましょう。に対して、この AX の X、変数 X に、この R の弦 X0 を代入しますと、これは AX0 っていうのは R の値になるわけですね。この AX の変数 X に値 X0 を代入したこの AX0 の値を求めることを X イコール X0 で AX の値を評価するというふうに言います。ということで、その多項式における評価というのは、その多項式の変数に、まあ、値を代入して、で、その値を代入したと何らかの値になりますよね。その値を評価、値を求めるというのを、多項式の評における評価と言います。で、今回のそのセクションのタイトルになっている包囲法というのは、その
この多項式 AX の値を評価する方法の一つで、まあ、それを効率的に行うことができるという方法です。というわけで、そのまず多項式の評価の素朴な方法から見ていきたいと思います。例としまして、テキストにある多項式をちょっと挙げてみましょう。AX が 5X4 乗プラス 3X3 乗マイナス 2X2 乗プラス 8X マイナス10というふうに与えられています。で、この多項式 X を X イコール10で評価しましょうという話です。すなわち、まあ、A の10を求めなさいということですね。で、A の10を求めましょうということで、まあ、私たちがよくやる素朴な方法というのは、この各項ごとにこの変数 x にこう10を代入するという方法を取るかと思います。そうしますと、まず x4 乗の項のところに10が入るので10の4乗。で、x3 乗のところに10が入って10の3乗。x2 乗のところに10が入って10の2乗。で、x11 で 8×10 と。で、マイナス10と。こういう形で、こう、計算すると思います。で、この時に、実際にこの x イコール10をこの多項式 ax に、こう、代入して、で、た時、代入してこの値を計算した時の、その計算量がどのぐらいになるかというのをちょっと見てみましょう。特にここではその乗算の回数に着目したいと思います。まずこの x の4乗の項ですね。ここですと10を4乗するのに3回掛け算があって、それにこの係数の5をかけますから、この項での乗算は4回で、次に10の x の3乗の項ですと10の3乗を計算するのに掛け算が2回あって、それに係数の3をかけますから掛け算が3回で、以下同様に2乗の項では掛け算が2回、1乗の項では掛け算が1回というふうに、こう4、3、2、1という形で掛け算が発生します。で、これをもう少しその一般的にはどういうふうになるかってことを見積もりますと、じゃあ N 字の多項式だったらどうなるかって話ですね。N 字の多項式はどうなるかっていうと、これは乗算回数の和は大体予想つくと思いますけれども、この1から n のまでの数の自然数の和なんですね。そうしますと、その見積もりは θ の n2 乗になると、すなわちその乗算回数、そこの素朴な方法で
評価を行った時の乗算回数というのは与えられた多項式の次数の2乗に比例するという見積もりになります。一応この計算機数学1の授業が終わる頃までには皆さんもこういった見積もりを各自自分の頭でこうパッと行える程度に訓練してください。まあ多分これからそのまあそういった機会があるかもしれません。で、一応ですね、今のところはこの素朴な方法で計算した場合の多項式の評価の計算量の見積もりが、与えられた多項式の次数の2乗に比例するという点を覚えておいてください。これからそのホーナー法について紹介した後でその見積もりの違いを比較します。さて次の話なんですけれども、ちょっとテキストから外れますが、常用定理と組み立て助法についてちょっと話をしたいと思います。ちょっと僕も今の高校の学習指導要領をちゃんと確認したわけじゃないですけど、皆さん高校の数学でこの常用定理と組み立て助法って話を聞いたことがある人どのぐらいいますか？じゃあ初めて聞いた人どのぐらいいますか？よく覚えてない人どのぐらいいますか？聞いたか聞いたかね。はい、わかりました。はい、了解です。はい、じゃあ一応ちょっと軽く紹介しておきたいと思います。まず常用定理なんですけれども、まあ x を R 乗の一変数多項式としましょう。それから、まあ、x0 は R の元ですので、ある数ということにします。で、この時の常用定理の主張というのは、ax を x-x0 で割った乗与は ax0 に等しい。もう一度言いますと、AX、多項式 AX をその1次の多項式ですね、この X マイナス X0 というのは。1次の多項式 X マイナス X0 で割った余りが、実はこの多項式 A に値 X0 を代入したものに等しいというのが、この常用定理でした。で、まあ、証明は多分こうちょっと考えれば分かるかなと思うんですけれども、まあ一応これも非常に大雑把に紹介しておきますと、まあ、x を x-x0 で実際に割ってみます。でそうしますと、まあ、なんか小が出るわけですね。小は 9x
で乗与 Rx というふうになるんですけれども、今これ割る多項式が一次の多項式ですので、この Rx っていう余りは実際にはこの定数なわけですね。定数なわけです。ここに注意します。で、まあ、AX を X マイナス XL で割ると、まあ、こういう関係式が成り立つんですけれども、実際に、じゃあ、この AX に X0、X に X0 を代入しますと、どういうことが起こるかっていうと、ここに X0 を代入しますので、まあ、この部分が0になると。そうすると、この部分が0になって、で、R は定数ですから、そのまま残るということで、このことから、多項式 A の X0 っていうのが、まあ、ちょうど乗与 R に等しくなるというような話なわけです。で、多分、高校数学で出てきて、やってる人もいるかと思います。で、まあ、高校の数学ですと、この乗与定理とセットでですね、組み立て除法という方法について習った人もいるかと思います。で、組み立て除法の方は、この、まあ、乗与定理を使って、まあ、この AX を X マイナス X0 で割った余りを、こう、素早く求めるために、まあ、この、A に、あ、X に X0 を代入した AX0 をこう、求めましょうという方法なわけですね。で、一応、まあ、よく覚えてない、もしくは やったことがないという人もいるかもしれませんので、その、やり方を復習しておきたいと思います。で、まず、まあ、与えられた多項式のこう係数を順に並べて書きます。一応 AX として先ほどその素朴な方法で出しましたこの例題をそのまま使っております。それでまずここに AX の係数をこう並べます。それからあといくつか書き方に流儀がありますけれども、まあこういう区切りを設けて、まあ、X0 をここに書いておきます。で、次にここに1行を開けて線を引いておきます。で、まず最初にこの5というのは与えられた多項式の AX の最高次の係数でしたので、この5はそのまま下へ下ろします。で、こっからなんですけれども、次にこの5にですね、こちらの x0 である10をかけたものをここに書きます。この場合ですと、5×10 ですので50ですね。かける x0 をここに書くと。で、その次にこの3と50の列に着目しまして、この2つの数の和を下に書き出します。そうすると53です。で、次にこの53をこの右上に持ってくるんですけども、この際に先ほどやりましたように x0 をかけて
右上に持ってきますので、530。で、次にこの列で2つの数の和を取りまして、528。で、また、この繰り返しですね。で、この528を右上に持ってくるんですけれども、x0 をかけまして、5280。で、今度はこの列で、2つの数の和を取って、5288。で、最後、まあ、ちょっと皆さんで、こう、どういう計算をするか、見てみてください。一応、そうか、書いておきますか。一応、先ほどの整地順と同じように言っておきますと、52880で、最後に、この右下のところに52870という値が出てきます。で、実はこれが、この AX2 の X0 を代入した値なんですね。このようにして、A の X0 を計算するというのが、組み立て除法と呼ばれる方法です。で、今、僕がですね、この計算の過程で、こう、口で何倍する、何倍するって言っていましたけれども、これをちょっと数式でもう一回書き下してみます。で、そうしますと、どういうことをやってたかっていうと、まず、ここで5があったんですけれども、これ10倍しましたね。5×10倍。で、この列で3を加えました。で、ここで53が出てきました。で、次にこれを10倍しました。10倍して、この列で何加えたかというと、マイナス2を加えました。で、さらに今度はここにまた10倍するわけですね。これに10をかけました。で、今度はこの列で足し算をして8を加えました。で、最後にこれをさらに10倍して、マイナス10。で、実は、この A の10というのが、まあ、このような計算の組み立てで今回求めたということに注意してください。組み立て情報を使った場合には、これ、まあ、その計算の順番を数式で表すとこういう形になるということですね。では、より一般に、今はその4次の具体的な多項式の例でありましたけれども、まあ、N 次の多項式ですね。N 次の多項式で係数が AN、XN 乗から、まあ、A1X プラス A0 と、こういう形で与えられた多項式に対して、まあ、この AX0 を求めましょうとしますと、まあ、組み立て情報を使って求めやり方をこう手順をこう式で書きましょうってことですね。そうするとどうなるかっていうと、まあ、この上の方法をですね、こう真似ていきますと、まず AN を書いて、それに X0 をかけて、今度は次の一次低い係数と加えるわけですね。で、こういうの和を作ると。で、今度はこれをこう右上にかける操作で、さらに x0 をかけます。で、今度はその一次低い項の係数を
加える。で、さらに、この全体に x0 をかける。という操作をどんどん繰り返していきます。で、最終的に、まあ、ax0 を倍したものに a1 をかけて、で、それを x0 倍して、最後に a0 を加えると。まあ、こういう計算の繰り返し、一連の計算の流れが、この、より一般の n 次の多項式に対する組み立て情報の計算となります。で、これが、これによってその a の x0 が求まるということですね。ここまでいいでしょうか。で、実は、ホーナー法という名前で紹介した計算は、この組み立て情報なんですね。そのものなんです。ですので、こう名前を聞くと、なんか、こう、何やら不安な気がするんですけれども、組み立て情報をやったことのある人にとっては、特に恐れる必要はなくて、実は、ホーナー法とは、まあ、皆さんの中には経験したことのある組み立て情報のことを言います。で、このホーナー法という名前にありますように、そのヨーロッパではこのホーナーという人が19世紀初頭にこう論文で発表したということで、そのホーナー法という名前がついているアルゴリズムなんですけれども、まあ、多分、まあ、ヨーロッパでもそれ以前から知られている方法であったと思いますし、それからあといくつかの資料を見ますと、まあ、日本や中国といった東洋ではより古くからその組み立て情報という名前で知られていた方法でもあります。ですので、まあ、これに関してはまあ、世界のあちこちでこういろんな人が独立にこう発見してた方法と言えるでしょう。ということで、一応その計算法を紹介しましたので、まあ、この計算基礎学1のご多分に漏れず、まあ、ホーナー法を紹介しましたので、ホーナー法のアルゴリズムを一応記述して、その計算量について確認しておきます。
で、まず入力は、まあ、AX としますけれども、まあ、AX が整形数の多項式で、それから、まあ、整数 X0 も与えられるものとしましょう。で、これに対して出力としまして、その AX の変数 X に X を、X0 を代入した AX0 を返すものとします。で、以下、実際に計算のステップを書いていきますと、まず最初に主係数をこの変数 y に代入しておきます。で、次のステップで、まあ、この組み立て情報のこうかけて加えるかけて加えるっていう操作を繰り返すんですけれども、まずここですね、その途中まで計算した結果を x0 倍すると。で、それに、まあ、一時低い項の係数を加えるという計算をこう繰り返します。で、それが最後まで進みましたら、この y を返すということで全体の計算を終了します。で、まあ、これも割と単純な、そんなに複雑ではないアルゴリズムだと思いますが、じゃあ今度はこのアルゴリズムの計算量を見積もります。まずこのステップ、まあ、こう中心はこのステップ2なんですけれども、このステップ2の、まあ、中でまずフォア文がありまして、計算のループがありますので、このループが何回繰り返されるかっていうのを見てみますと、まあ、i を n-1 から0まで変化されるということですので、ここで まあ、ループは n 回ということになります。じゃあ、その n 回の各ループの1回1回で、どういった演算が行われているかっていうのを見てみますと、まずここですね、ここの部分、y×x0 の部分で乗算が1回。それから、この y×x0 に ai を加える部分で、加算が1回行われています。そうするとこれがですね、これをまあ1回のループの中で乗算1回加算1回行われていて、でそのループをまあ n 回繰り返すということですので、
このアルゴリズム全体の演算回数ですね。これは、θ の n とで見積もることができるということになります。で、残念ながら先ほどの板書をちょうど今ここで消してしまったんですけれども、先ほど板書で書いた時のその素朴な多項式の評価の方法の計算量がいくつだったかっていうのを思い出すと、ちょうど、N 次の多項式に対して N の2乗のオーダーだったっていうことを思い出してください。で、それと比べますと、コーナー法によってその多項式の評価を行った時のその演算回数っていうのは、多項式の実数 N のオーダーになっていて、で、N 2乗と N の差があるっていうことですね。で、それはどのだけの差かっていうと、そうですね、仮に多項式の次数が10倍になったとするならば、その計算量の比率というのはどうなりましょうね。ちょっと考えてみてください。例えば n が 10n になったときに、ホーナー法ではその計算量は、10n に比例するからちょうど10倍になると。ところが素朴な方法ですと、その計算量というのは多項式の次数の2乗に比例しますから、n が 10n になると、その計算量は、10の2乗がかかってきますね。100倍になるということです。それだけ、その次数が大きくなればなるほど、その計算量に差が出てくると。いう意味で、こちらのホーナー法の方が、より効率的であると、こう見ることができると思います。そういった見積もりをします。もう、皆さんも、こう、パッとできるように、これから訓練をしてほしいと思います。ということで、コーナー法で多項式の評価を行いますと、その素朴な方法に比べると随分効率は大きいと。しかもその多項式、その効率の効果は多項式の次数が大きくなればなるほどこう現れるということが分かると思います。それからこの時点でもう一つ注意を述べておきますけれども、ここでその演算回数と書きまして、その計算量とは書かなかったんですけれども、それはなぜかというと、その今の段階で、その多倍長の整数の乗算の計算量の評価はまだ行っていません。で、本来ですと、これから後に来る多倍長数の乗算ですとか、それから多項式、一変数多項式の乗算のところで、また詳しく見ていきますので、その時点まで待たなければなりませんけれども、とりあえず今のところでは、係数同士の加減乗除の回数だけに着目して、この計算の複雑さといいますか、計算量を測っていますので、そこに注意していただきたいと思います。ここまで何か質問などありますでしょうか。それで、このホーナー法がですね、その実際にそのどういうふうに使われるか、多項式の評価自体は非常に単純なアルゴリズムなので、それ以上述べることは特にないかと思うんですけれども、そのホーナー法的なアイディアでその行われるその基礎的かつ重要な計算の中に、これから述べますその2進数と10進数の変換というのがあります。で、これはその我々がコンピューターを使う上では多分書かざる、書くことのできない作業でして、なぜかというと、その我々は普段の生活ではほぼ10進数使うわけですね。普段お金を数えるのに2進数を
でお金を数える人がいたら教えてください。僕は少なくとも今までの人生で普段のお金を数える二進数で数えている人に会ったことはないんですけれども、ところがそのコンピューターでは常にほぼ二進数でお金を数えたりします。ですのでこう皆さんが電卓で入力する数は10進数ですけれども、それに対してその電卓でこうお金を計算する際には全部コンピューターの方が二進数に変換してやってるわけですね。そうしますと、それでまた計算された結果を10進数で皆さんが理解できるようにこうディスプレイに表示するということをやってますので、この2進数と10進数の変換というのは、まあ、我々の実用性にとっては非常に本質的なこう計算なわけです。ですので知っていて損はないかと思います。ということで今回はそのコーナー法のアイデアでですね、この2進数や10進数の変換をやってできますという話を次に紹介したいと思います。ということなんですけれども、まあ、残り時間がちょっと少なくなってきまして、ちょっと、まあ、ちょうど切りが良さそうですので、じゃあその次回ですね、その2進数と10進数の変換におけるそのコーナー法を使ったアイデアについて紹介したいと思います。今日ここまで何か質問などありますでしょうか。なければ今日の授業はこれで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。